白く木製の人物像、何よりも信用の二文字を生きがいとする体質が強いため、他人に対する受けは九星の中で最高にいいです。人に尽くし信頼感は抜群だが、その人を信用する偏重ぶりがややもすると騙されやすい人の良さとなってしまうかもしれません。ここが要注意ですね。でもまあ、騙すよりは騙される方が罪も少ないのですが、しかしこれでは人生損してしまいますね。社交的でありビジネスマンなら交渉役にもってこいです。ただしちょっと優柔不断さが風のごとくで決断力に欠けてしまうのがたまに傷。ここが自分の弱点だと思ってください。信用名声を重視し、金銭は後からと考えた生き方がベターなタイプと言えるでしょう。全般的に神経中心の体質が強いだけに、現代社会のようなストレスのたまる環境にあっては、まあもう少しラフな考え方、楽な考え方をした方が得ではないでしょうか。まあ追い詰められるのは自分です。他人は救ってくれないというふうに考えても時にいいかもしれませんね。しかし他人に好感を持たれるナンバーワンの星だけに、つい期待を裏切らない努力に疲れているのであります。まあそういうふうになってしまうということですね。期待に応えようとして自分に過度にプレッシャーをかけすぎないように注意した方がいいと思います。まあそうした長所も裏返すと、短所として自分の足を引っ張りかねないということですね。はい。長所と短所は表裏一体ですので、長所と短所を知ってうまく使い分ければいいということになります。意識して自分を主張、イエスとノーをはっきり言える自分を作るのが運命の開き方となります。もともと白く木星の人は温和な人が多いですので、温和な人生になりやすいです。そして良縁にも恵まれますので、そこを最大の長所として生かすのがいいと思います。